はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。皆さんね、今の時期こうガーデニングをしていると嫌なのが蚊ですよね。なので今回はですね、蚊の対策第2弾を皆さんにお伝えしようと思います。まあ今回の第2弾ではですね、ヤブに行くといるヤブ蚊と言われてるやつですね。あれも大きさも二回りぐらい大きいですよね。もうあれに刺されるとものすごくこう痛く腫れ上がることもあるし、もうそれでいてもうこう払うと何箇所も何箇所も刺すから、もう手とかね、出てるところはもうボコボコになっちゃうし、服の上からも刺すし、でね、いろんなね、やはりこう蚊に刺されない対策をしていくんですけれども、まあ、前回のね、第1弾の僕の動画で僕がね、お話ししてたこと、まあ、あの対策では実はヤブ蚊はね、絶対にダメなんですよ。今回はそのヤブ蚊に絶対刺されないこう殺虫剤というかね、虫除けは何なのかっていうのを、もう本当にこういろんなものを試していろんな人から聞いたり文献を見たりして僕が答えを出してきました。なのでその答えを皆さんにお伝えしたいと思います。これで皆さんもこう外仕事をした時に蚊に刺されることはないのでご安心ください。では早速そのスーパーアイテムを皆さんに紹介します。どうぞ。はい、でまずですね、この虫除けスプレーですね、体につける虫除けスプレーでは、あのサラテクトっていう、虫除けスプレーがあるんですけど、あれがね、僕がいろいろとスプレーを使ってみたところ、あれが一番ね、僕は刺されなかったです。もう他のスプレーより断然あのサラテクトはつけていると、刺される率が少なかったんで、まあ、あれはね、多分一番僕はね、サラテクトが効くと思います。なので、こう、虫除けスプレーで迷われた時は、ぜひね、サラテクトを使ってみてください。でね、仕事をしてるとやっぱりその虫除けスプレーだけではね、もう全然こうやっぱり効き目が悪いんですよ。なのでいろいろとこう虫除けのね、あの方法っていうのはやってみたんですけど、やっぱベストなのは、まあいろんなほら、例えば蚊よけネットとかを着るとかでいろんな方法があるんですけど、それをそういうのってもう大掛かりな装備を自分にこうまとわなきゃいけないじゃないですか。まあ、そういうのはもう抜きにして、まあ、簡単にね、できることで一番ベストな方法は何なのか、みんながね、みんなが明日からできることで、それは何なのかって考えていろいろと試してみたんですけど、まあ、それのベストはですね、なんだと思われるかもしれませんが、これなんです。この蚊取り線香です。この蚊取り線香を腰にね、ぶら下げる、缶があるんですね。こういうね、蚊取り線香を携帯する何でしょう、道具があるんですね。これに蚊取り線香を装着して腰とかにベルトにぶら下げとくと、もうこれが一番ベストです。ちょっとね、この装着方法を皆さんにお見せします。はい、このように缶があります。これ蓋開けます。そうするとこの中にネットがね、これ2枚入ってるんですよ。こういうネットが。それでこのネットの間に、この蚊取り線香をね、火つけて、こういう風に挟むんですね。こうやってね。こうやって挟みます。そしたらここに入れますね。はい、で、この上蓋をはめて、この金具でロックをしますね。そしたらもうこれで中の蚊取り線香が動かないので、これで煙が出て装備完了ということになります。はい。はい。でね、いろんなメーカーがこの類似品で出てるんですけれども、いろいろと試しましたが、やっぱりね、この緊張の蚊取り線香がとにかく効きます。やっぱりこのね、僕ね、蚊取り線香はもう断然緊張だと思いますね。はい、
ただじゃあね、ここで蚊取り線香の今ね、吊り下げ式のものを皆さんにお見せしました。なんだよこれで終わりかよと思ってる人たくさんいると思いますが、違います。こっからが今日のメインイベントです。で、実はね、この金鳥という会社はですね、ものすごく多分ね、この蚊取り線香が売れてるんです。なので、あの、ね、宣伝を全くこうしないんですね。あの、まあ、蚊取り線香の CM はやってますよ、普通の。だけどこのね、ラインナップの CM ってほとんどやってなくて、実は皆さんほとんどの人が知らないんですよ、この素晴らしいラインナップを。なので今日はね、ちょっと皆さんにこの蚊取り線香の、あの、素晴らしいラインナップをお見せしようと思います。まずですね、今日はヤブカに聞くということで、あの、僕動画始めましたが、このね、緊張のね、普通の蚊取り線香ももちろんヤブカにも効きます。このね、蚊取り線香ヤブカにも効きます。だけど実はヤブカ専用の蚊取り線香が出てるの皆さん知らないでしょ。緊張からヤブカ専用の蚊取り線香が出てるんですよ。これは普通の蚊の蚊取り線香なんです。それがこれなんです。この太巻きっていうね、蚊取り線香です。これ緊張なんです。太巻きですよ、知ってました？僕ね、こんだけ長いこと、あれね、蚊取り線香使ってきて、この太巻きシリーズ知らなかったんですけど、これ開けますね。これヤブカ、ここに書いてあるんですよ。ヤブカほぼ専用の蚊取り線香なんです。はい、これです、この太巻きシリーズ。見てください、こんなに太さ違うんですよね。これはね、ちょっとね、ほんとやばいんです。それでもちろん2倍煙も出ます。で、効き目も2倍あるんだそうです。このね、とにかくこの太巻きシリーズ、これはヤブカ専門です。なのに皆さんほんと知らないんですよ、この蚊取り線香。もうね、ヤブに行ったらこいつですよ、こいつ。もうこれを使ってください。もうこっちではダメです、こっちです。はい、もうね、今日僕はもうこれの太さとこれに感動してしまいました、もう。はい、でね、まだまだあります。この蚊取り線香のね、香りが僕なんかはすごく好きなんですけど、なんか夏が来たなーって気がしちゃうんですけど、それがね、最近こういうね、3種の香りって言って、華やぐローズの香り、安らぐ森の香り、優しいラベンダーの香りっていうね、まあこっちの方はね、知ってる人は知ってるんですよ、割と。まあこういう蚊取り線香があります。これがね、すごいいい匂いがするんですよ。あのね、この森の香りとかね、ほんとちょっとね、やばいですよ。あのね、ちょっとほんとこう、普通にお香で炊いておきたくなっちゃうぐらいいい香りがするんですね。あとね、このラベンダーもすごいいい匂いがする。もうね、ローズですね、ローズ。ローズがめちゃくちゃいい匂いがするんですよね。あとね、このラベンダー。これがね、このラベンダーがね、多分ね、僕一番いいんじゃないかなと思うんで、僕はね。でも、このね、ラベンダーとローズと森の香りって言うんですけど、これはね、多分ね、どれかしらにみんなハマるんですよ。例えば僕はね、今ラベンダーがいいって言いましたけど、僕的にはもうラベンダー、森の香り、ローズなんですね。ラベンダー1番、森の香り2番、ローズが3番なんですけど、多分皆さんが嗅いだら私はこう思うとかっていうのがあると思うんですね。で、効き目はね、全く普通の蚊取り線香と変わらないんです。で、なのでちょっとね、こういうのを試してみるといいと思いますね。なんかね、やっぱりこう仕事をしていて、このアロマじゃないですけど、少しこう香りがね、あの、いい香りがするので仕事がはかどったりするじゃないですか。
だからまあ蚊にね刺されながらこう仕事してると本当にこう好きな仕事もね、あの蚊に刺されることでちょっと嫌になっちゃったりするんでしょ。だけどこの蚊取り線香を炊くことで、あの好きな香りでね蚊も来なくて仕事ができたら仕事ももう効率3倍4倍5倍になりますから、もう本当にこう蚊取り線香のもちろんね金額っていうのはね、普通にこう使わないのと比べればかかるんでしょうけど、それ以上の仕事の効率効果があるんで、ぜひ使ってみてください、これは。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。